旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けさせられたとして5人が国に損害賠償を求めていた裁判はきょう結審しました聴覚障害者の夫婦など5人は旧優生保護法のもとで不妊手術や中絶手術を受けさせられ子どもを設けることを決める権利を奪われたとして国に対して損害賠償を求める訴えを起こしていました 神戸地裁できょう行われた最後の弁論では手術を受けた原告の小林公子さんが60年間、ずっと寂しい気持ちだった体を元に戻してほしいと手話で訴えました。判決は、 8月3日に言い渡されます。